ガソリンの値上がりが止まりません。今日発表された県内の平均価格は1リットル当たり165円を超えました。灯油の値上がりも続いていて、影響がさまざまなところに広がっています。県内のレギュラーガソリンの平均価格は前の週に比べ 3.5 円値上がりし 165.6 円となりました。およそ7年ぶりの高値水準で、影響は海の上にまで広がっています。佐渡市では冬の寒ぶりが間もなく本格的なシーズンを迎えますが、漁船の燃料になる軽油が値上がりしています。この1ヶ月で1リットル当たり20円ほど値上がりしました。やっぱり大変ですよ、行ったり来たりするの。この船を一層1日回せばドラム缶2本とか3本かかるぐらいの量ですからね。刺し網でズワイガニを狙う漁師も頭を抱えています。いや大変ですよ、もう月に3000リッター使うと約30万以上かかる。これ軽油ばっかりじゃなくてガソリンもまあどんどんどん上がっておるんで、これ生活に響く率が高いですよね。原油の高騰は産油国が生産を抑えていることなどが影響していて、値上がりの傾向はしばらく続くとみられます。灯油も高値水準が続いています。今日発表された県内の平均価格は18リットルのポリタンク1つで1900円を超えました。新潟の冬に欠かせないのが石油ファンヒーター。南区の大日工業では出荷のピークを前に生産が続いています。灯油の値上がりに対抗すべく節約のポイントを教えてもらいました。まずはヒーターの置く場所です。窓など冷気が入り込むところを背にして設置していただくと、効率よく冷たい空気を温かい空気に変えることができます。次はどうしても忘れがちになるこちら、フィルター。はい、こちらです、はいはい、フィルターのお掃除をしてください。結構こう目のところにホコリありますもんね。そうですね、週に1回程度お願いしています。ホコリのたまったフィルターで運転すると、通常より1割以上灯油を消費するそうです。今ではほとんどの機種でついている省エネモードの活用も忘れずに。この冬は灯油を賢く使って寒さを乗り切ることが求められそうです。